こんにちは、速歌塾の久保です前回に引き続きまして今月もですね Zoom ライブ対談をさせていただきました、えー、私とですね、えー、週刊中年ジャンプストーンさんとこう株と FX でこうキャッチボールのように投資の話をさせてもらっているわけなんですけども9月もですねこういった機会が設けられたらいいなと思っております特に昨今のストーンさんの公開動画なんですけども まあ、再生数がかなりね、あの上がってきて、まあ、多くの方が、ストーンさんのカブスクールに興味を持たれているところだと思います。で思えばね、1年前はどうしていたかなっていうふうに振り返るんですけども、いかがでしたかねいろいろと思い出すことや、これからのことを考える、そんな年齢でございますが、これからね、私も50に入るにしたがってですね、 もう一花、もう二花咲かせないなと、また思いを新たにするところなんですけども、今回ね、株のことについて私がご相談を受けて、私なりに回答したことがありますので、ちょっとこれでご報告させていただきます。それがですね、100万円持ってるんだと。で、投資をしたいんだけども、どんな投資をしたらいいかなと。で、FX は当面、まだね、えー、様子を見ていたいんだということらしいんですよ。まあ、というのが、 FX と株と天秤にかけてきたわけではないんだけども、FX の存在は知っていたんだけども、まずはね、株でちょっと資金を増やしたいと。で、資金が増えたら FX をちょっとやってみたいということなんですよ。で、この株の資金の増やし方なんですけども、その方はね、お勤めになっている55歳の方なんですけども、家族もいらっしゃってね、お子さんお二人いらっしゃるということなんですよ。で、私が考えたのは、株をまず選択するんだったら、 株は FX とはちょっと違って配当ってのがあるんだよとそして配当の他にさまざまな優待券があるだからまずはそういうのを狙って確実なる利益から入ってみたらどうかなっていうことでお話したんですよそこであの特に裏付けを取ったわけじゃないんですけども例えばねっていう話でこういう話をしましたプリマハムっていう会社がありますよねとそれからマルダイ食品っていうのがありますよねと こちらの方の株をそれぞれ、例えばの話なんだけども、200株ずつ買っていくと、だいたい100万円で両方買えるはずなんだと。そうするとね、配当に2021年は、プリマハムが1万7千円分、丸大食品は6千円分、これでのハムが届くんだよと。それでどうですかっていうことで話したんですよ。で、これで実質的にお金ではなくって商品が届くんだけども、 年利でこういうふうなところから入ってみたらどうですかっていうようなアドバイスをさせていただきましたまあそうするとねいやそれはね盲点だったと確かに株の値上がり益とか値下がり損っていうのをばっかり取られあの気を取られていたけどもそれは面白いよねと100万円を銀行に預けるような形で預けておいてで長期安定株こういった大手の会社っていうのは値段が大きく上がりもしないし 大きく下がりもしないと大体同じようなところ行ったり来たりしてるんで置いとくだけで配当や優待体験っていうそういったベネフィットが得られるっていうのはね確かにそうだよねっていうような形で、まあ、その人はね考え直しているそうなんですよで私の方としてはこれ裏付けを取った話なんだけども去年の実績としてこうだから今年もそういうのを探してみてくださいって言ってたんですよで私がねこことこことここだよっていうふうに言う責任も取れませんしあとはね やっぱせっかく株を志してるのに、私が例えばここ、例えばここっていうふうに言っちゃうと、それをそのままやっちゃう可能性があるんで、まずは株をやってみたいって言うんだったら、自分でね、あ、こんな銘柄があるんだ、あんな銘柄があるんだっていうふうに、まずはこう、いろんな株をね、見てみるのがいいよっていう意味も込めて、いや私は裏付けを取ってな,ないんで、自分でやってほしいんだけどっていうことでお伝えしておきました。まあその方もね、 ズーム対談なり何があったらまたストーンさんの動画も見ていただけるんじゃないかなと思いますし、まあ、今でも見てらっしゃると思うんですよ。うん、ですんでね、えー、また9月の対談の予定が取れればいいなと思っております9月はね181923あたりがこうこの週が祝日を挟む週でなかなかいいんじゃないかなと思いますけどいかがでしょうか例えばね20日 火曜日とか、ね、私としてはね、ズームライブってね、火曜日の9時からっていうふうにしとくと忘れなくていいかなと思ってるんですよ。毎週火曜はズームの日ということで、まあ、最近はね、ズームを、うん、申し込んでくださる方もあまりいないんですけどもね、<laughs> 私の方からね、どうですかって声をかけるようになりましたけども、私もね、あのズーム対談のタイミングって結構好きなんですよね。うん、ということで、ストーンさんにまたね、えー、ズーム対談いかがですかというお誘いの。 動画でございましたそれでは失礼します